お茶漬けでごめんね。どうぞ。いらないからね。あ、でもさっきの冷たいお茶な。水筒に持ってきて、飲む？はい、じゃろ、ぬるかったよ。これは、はい。はい、どうぞ。どう？いよいよ引っ越し当日です。今8時52分9時に梱包の方が来てくださいます。もう結構時間があったので結構自分たちでもう結構やっちゃいました。はい。でまあここのキッチンのあのあたりのものを持って行ってもらったりかな、うん、あとまあ大きな家具やな、うん、自分たちではちょっと動かせないものなどですね。あと和室はまあ結構ちょっとそのままにしてるのでこのあたり実家に持っていくもの、あとあっちで使わないものは寝室かクローゼットの方に入れてもらうようにしたいと思います。でこのお布団やベッドフレームは持っていかないんですが、下の、マットは持っていくので、とパソコンやこの椅子などですね。あと冷蔵庫も移動してもらってここに置いたりしますね。はい、ではもう少ししたら来られると思うので、はい、やっと引っ越しです。あ、でも晴れてよかったです。昨日はちょっとね雨が降ってたけど、はい、では頑張りまーす。引っ越し業者さんの方が来てくださって、もう早めに終わりました。もう食器などはもうあらかじめ自分たちで運んでいたので、あの運べないものだったりまだ持ってこれてないものを運んでもらって、はい、とりあえずこの辺りに置いてくださいという感じで終わりました。もう靴とかもそのままに箱のままにしてもらって、あとでゆっくり仕分けようかなと思っています。で洗面所にあったものとかダダダと置いているので、こういうの片付けるのが結構大変かなと思います。で、家具はここちょっとあの通ると危ないところはバッテンしました。楽譜はもうピアノも撤去するので、もうそのまま箱のまま入れてもらっています。一部ここに出したものもありますが、でテーブルもそのまま持ってこれたみたいです。ここに置いてもらいました。米びつもここに、で食器はもう自分たちで手で運びました。本当はこういうあの食器類はどうされるんですかって聞いたら、1枚ずつやっぱりこう包んで箱に入れてなので、この作業がなかったのでも早く済んだのかなと思います。それでこの2階が私たちの寝室となります。あ、なるほど、こんな風になったんだ、はい、ではい、トントントンと、あります。
ここに3つ並べてもらいました。ちょっと暗いな。で、今日からここで寝ます。ベッドフレームがないですが、下のスノコだけ持ってきてもらったので、はい、これで大丈夫かなと思います。で、ここら辺のものをちょっといい位置に、はい、しないといけないですね。はい、でも午前中で終わったので午後からやりたいと思います。テレビも持ってきてもらいました。はい、頑張ります。観葉植物も運んでもらいました。でも猫がいるので、ね、こういうとこに置きたいんですが置けないので、猫ちゃんが来ないこの2階、この2階に植物を持っていきたいと思います。ちょっと床が汚かったのでまず掃除をしたいと思います。
日だご飯作らなきゃね。ばあちゃん家です。あ、今日ばあちゃん家のご飯持ってこようか。じゃあハンバーグでいい？大丈夫？絶対ハンバーグ。うん、唐揚げも美味しいな。うん、唐揚げも。整えていきます。この中に一人一人のが入ってるみたいですよはい、じゃちょっと今まだごちゃついてます。あーか、わあー、めいちゃん髪折る。もうめいちゃんダメだね。めいちゃん、はい、ちょっとここを整えたいです、このごちゃつき。めいちゃんはい、ではやりましょうか。あ、そうそう、蝶々結びかな。あ、これがお父さんね。お父さんミニベッド。ごめんね。はい、オープン。すごいね、こんなプレゼントみたいな。お布団プレゼント。お布団プレゼント。はい、自分のが入ってますよ。ちゃんと入ってますか？はい。プレゼント。プレゼント。枕がドーン。あとさ、裏返しで。よいしょ。あ、見て。うん、そう、座ってみよう。あ、もう、もう、ここ決めたん？もう、めいちゃん、ベッドできたん？お、お、お、お。はい、撮った？